ヤッコエイは赤エイカに属するエイの一種。体色は暗緑色、青い斑点がある。目の周囲の特徴的な模様のため、本種を含むヤッコエイ属は英語でマスクレとも呼ばれる。体盤幅約42センチメートル。ペットとしてタイニウラリムと区別されずに取引されるが、ヤッコエイの方が大きくタイニウラリムは 色彩が鮮やかで体盤が丸いことで区別できる。寿命は最大18年と推定される。餌は魚介類。天敵は種目ザメやシャチ。主に日本からインドネシア、北部オーストラリアで見られる。様々な寄生虫が知られている。ハインレヒヒクールによりジャワ島で発見された。本種は5種以上の種群に分かれていると見られ、個体数は よくわかっていない。例えばインドネシアの海域では、ジャワ島とバリ島の個体群は、明確に異なり、バリ島のものは、ジャワ島のものより、体が大きい。深度090メートルの岩がちな産後礁近くに、生息。緯度29度 N-31 度 S、軽度20度 E-171 度 W の、熱帯域で見られる。満潮時には、 ラグーンや小原に移動する。オーストラリア北部、ケニアマダガスカルモーリシャス島、ソマリア南アフリカ東海岸、インド、アジアでは、日本海、航海、東、シナ海、フィリピン海、スール海、ジャワ海、バンダ海、セレベス海、アンダマン海、ベンガル湾、アラビア海で見られる。には、白黒の島模様がある。体盤は、直径約42センチメートル。 長さ7 0センチメートルになる。体色は、背面は、暗緑色で、青い反転が散らばり、覆面は白である。糞は短く、体盤に沿って、緩く尖る。明るい体色は、警告色として機能する。お長は、体盤の約2倍で、基部に2本の毒棘があり、そのうち1本は大きい。目は明るい黄色で、周囲を見渡せるような位置にある。糞水口は、 目のすぐ後ろ。エビが主な餌。単独か小さな群れで生活する。多くの低生意は砂に潜る習性を持つが、この種は捕食者から隠れる時を除いて、そのような行動を行わない。浅瀬で接触するため餌の多様性は乏しいが、甲殻類、小魚、貝、多毛類などを食べる。獲物をヒレで抑え込む行動が知られる。 歯は餌を噛みつぶす脂肪に変化している。無体肝性体制。肺は母体から分泌される子吸乳によって育つ。産子数7で、稚魚は15から33センチメートル。染色体は32体。繁殖期は10から11月。出産は南半球の夏である12から2月。シャチは天敵の一つ。 ドクトゲと警告色のため多くの生物は捕食を避けるが、種目ザメは天敵の一つ。シャチも天敵で特に若菜を好む。種目ザメはエイが弱るまで頭で海底に押さえつける。シャチは砂中に隠れたエイを掘り起こし、空中に放り投げる。さらに、裏向きにされたエイは儀死状態になるため、 シャチはエイに噛みついてひっくり返し、エイの抵抗を防ぐ。様々な寄生虫が報告されている。干渉魚として取引されるが、生成熟時には、一般的な家庭用水槽で扱えるサイズを超える。肉は、地域市場で燻製、塩漬け、干物などの形で利用されるが、小さいため安価である。底引き網、三枚網、魚穴などで大量に漁獲されている。 長さ約30センチメートルの毒トゲを持ち、毒液には、セロトニンゴヌクレオチダーゼホスホジエステラーゼが、含まれる。クイーンズランドでは、多くの場所で高度に保護されており、例えば、ショールウォーター湾、コライオ湾のラムサール条約登録地、グレートバリアリーフ海洋公園などが挙げられる。また、西部大西洋での珊瑚礁破壊が大きな影響を、与えている。 肥料や農薬による影響も大きい。ジャワ海では、トロール量や駆け回し量で大量に漁獲されている。漁獲されるサメエイのうち2番目に、重要な種であり、2006から2007年には一層あたり、約7 0 0ラム漁獲されていた。ありがとうございます。